はい、速稼塾の久保です。今回ですね、視聴者の方からご質問いただきました。先生いつもお世話になります。FX は一昨日の夜遅番で帰りまして負けようと書いてますね。どこが要点かと言いますと、お手間でなかったら朝の解説で先生はどのローソク足を見て入られたのかの解説があると嬉しいですということですね。どこを見て売りを決めたのかってことですね。ちょっと説明が足りなかったのかな。では、チャートを見てみましょう。はい、これがデイリーのチャートですよね。デイリーのチャートを見て最近言ってる申し上げてるのは、このね、売りこれはもう何回も入れましたね。こっちの方向に向かってるよと。でセカンダリートレンドがこうあるよと。でその後またこういうふうにこういうふうに行くよというふうなね、トレンドの方向に行くよってことを申し上げてましたね。でその通りにこれが下がってるじゃないですか。これがデイリーの大きな流れです。で今度は1時間を見てみますね。1時間を見てみますと、まず落ちているのがここから夜中落ちた。これは私売りに入るとは分かっていたんですけど、深夜だったんで目が覚めたら急落していたなってところですよね。で調整が入って組み上げて、ここからもう一度ここを割ったところからね、売りに入ってここが取れるということなんですよね。まあ全体的にトレンドの方向に向かっていて、セカンダリートレンドがこういうふうに向かっているっていうふうに考えたときに、でどこまでね下がるのかってことなんですけども、ここですよね。ここまで下がるというふうに考えて、そこまでは何も考えずに売り売り売りと言っておけばいいかなっていうところなんですよ。でここからはですね、ちょっとわからないです。このボーダーを割って下にさらにね売りの圧力があるのか、それともここから跳ね返ってまたねここのトレンドの方向に合っていくのか。そうなるとこういうふうなギザギザを書くような形なんですよね。安値切り上げ、高値切り上げというふうな動きになっていきます。ここですね。よろしかったでしょうかね。で次なんですけども、セルフバックの件ですよね。セルフバックの件で500円の紹介文をなんとかって書いてるんですけど、これは A8 ネットを紹介して報酬を得たいけどどうすればいいんですかってことだと思うんで、ちょっとここを押してみましょう。これが A8 ネットのサイトですよね。8ネットでずっと下の方行くとこれがあるじゃないですか。これメディア会員登録1件につき500円で書いてますけども、これがだから A8 ネットを登録してもらって500円もらえますよと、報酬ですよってですね、クリックしてみますね。そうするとこういう風な説明文が出てきまして、メディア会員登録500円というのが出てきまして、あとね提携申請をして、あとはご自身のサイトに貼るという形です。サイトに貼ったものを誰かにクリックしていただいて、で会員登録まで済んでいただくと紹介報酬が入ると、 A8 ネット自体のですね、紹介報酬ですね。そのように活用してみてください。もう一個ありましたね。最後に一つ、ミスターマヤさんの動画にコメントはどこを押してコメントするんですかってことですよね。じゃあクリックしてみましょうか。これはね、ミスターマヤさんクリック、これはねここですね。ここをクリックして見えます？ちょっと見えないかもしれないですね。だからどうすればいいのかな。スマホでもできるんですけども、クリックする場所はこのタイトルの速稼塾久保哲郎塾長シャープ103初めて外国語の夢を見た話ですの外国の国の横にある下三角形ですね。これをクリックしてください。そうするとコメントを記入する欄が開きます。パソコンだともっと説明がしやすいんですけども、この三角形を押したらね、下の方にぐーっと行っていただくとコメントを書くようなところが出てきますので、そこからコメントしてください。今回は以上ですけども、よろしかったですかね。まだ分からなかったら説明が足りないよってことでしたら、またご質問いただければと思います。では本日は以上です。本日というかね、今回は以上です。またご質問待っております。